6月6日日曜日、 J リーグファンの皆さん、 SC 岐阜ファミリーの皆さん、おはようございます。 SC 岐阜サポーターの田辺っちです。今週も熱い戦いがやってきましたね。本日もファミリーの皆さんに向けて試合の見どころをお伝えします。最後まで聞いていただけると嬉しいです。今日もよろしくお願いします。6月に入り、 J3 リーグもいよいよ前半戦終盤に入りました。昇格争いも熾烈です。今後の戦いが左右する展開になるでしょう。岐阜はそれでも食らいついていきましょう。それでは SC 岐阜ファミリーの皆さん、今日もピッチ上で戦っている選手たちを熱くダゾンとスタジアムから見守って、選手たちに熱いエールを送りましょう。前節 YS 横浜戦のヒーローは落ち着いてペナルティーキックを決め、現在リーグ戦6得点ランキングトップの川西翔太です。今日もこの試合のヒーローになれ、頑張れ SC 岐阜。福島県営あずま陸上競技場東方みんなのスタジアムから、2021明治安田生命 J3 リーグ第10節 SC 岐阜 VS 福島ユナイテッド SC、 本日の試合の見どころは、福島の前節沼津戦は鎌田博夢のクロスを受けたイスマイラが2試合連続ゴールを決め先制に成功し、その後は主戦に回る時間帯もありましたが、1対0の白星を挙げ、クラブタイ記録の4連勝を達成し3位に浮上しました。今季5ゴールのイスマイラをはじめ、樋口博樹や幸恵優斗など攻撃陣が好調です。守護神山本海斗やキャプテンの川西誠を中心とする守備陣も非常に安定しています。クラブ新記録の5連勝、さらなる上の順位を目指して今節に臨みます。一方の SC 岐阜は前節 YS 横浜と対戦しました。川西翔太がペナルティーキックを決めて先制しましたが、すぐに同点に追いつかれ、試合終了間際に失点し、1対2で3試合ぶりの敗戦を喫し、4位に後退しました。優勝争いに生き残るためには連敗は避けたいところです。今季6ゴールで得点ランクトップの川西翔太や3ゴールを挙げる長身ディフェンダー満田春樹らの活躍で勝利をつかみたいところです。3位福島と4位岐阜の上位対決、盛り上がらないはずがないです。ここで勝利を挙げ優勝争いに食い込むのはどちらでしょうか。今日の戦い期待しましょう。相手を圧倒する躍動感あふれる積極果敢な動きと、見る人をワクワクさせるチームプレーで勝利を積み重ねて J2 昇格を果たすぞ。岐阜の誇りを胸に勝ち点3へ共に勝利をつかもう。絶対に負けられない戦いがそこにある。 SC 岐阜ファミリーの皆さん、ダゾンとスタジアムから今日も熱い応援よろしくお願いします。 We are SC 岐阜、待ってんのは最高の週末だ。以上、SC 岐阜対福島ユナイテッド SC の試合の見どころをお伝えしました。この試合は13日午後1時
キックオフです。最後まで動画のご視聴ご清聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。